韓国での1980年の民主化運動を弾圧したチョン・ドファン元大統領がソウル市内の自宅で今朝亡くなったことが分かりました。90歳でした。チョン・ドファン氏は軍人出身で、1980年、民主化運動が活発化する中、戒厳令を出し、キム・デジュン元大統領ら当時の野党指導者を逮捕したほか、民主化を求める市民を 軍を投入して弾圧した公衆事件で知られています1984年には韓国の国家元首として初めて日本を公式に訪問しました退任後には公衆事件などの責任をめぐって逮捕され不正蓄財などで有罪判決を受けたもののその後、特者により釈放されていました